ロイさん、お疲れ様です。ちょっとズームの背景はまだ南国なんですけど、ええ、成田空港から日本に入ってきました。そうですか。いつもより音声が明瞭な気がします。で、弟にまさにですね、成田空港に迎えに来てもらって、誰か迎えに来ないと2週間どっかホテルにいないといけないんです。 PCR 検査を通ってから、弟に来てもらって、今自宅に、日本の、家にこもってるんです。ロイ式物販の話になるじゃないですか。どうですって。最近だから売上絶好調で、特に利益に至っては、よりも利益がなんか過去最高だったんですよね。在宅期間中にやっぱりすごい売れてるのが、DIY。 完成品ではなくて、DIY をするためのこの商品を売れてるってことで、面白いなと思いますよね。そうですね。うちもあれでしたね。確かにちょっとセミプロ寄りの工具みたいのが引きこもり時期っていうか売れてましたね。やっぱり引きこもってる間も人間なんかしたいんですよ。なんか作ったりとかしたいんですよね。あとあれ売れてました。DIY 系なんですけど、ゴミを分別するために切るノコギリみたいなやつ。面白いですね。大きい縄だと粗大ゴミもになっちゃって、捨てるのにお金かかるけど、30センチ以下に切ると燃えるゴミで持ってけるとかあるんですよ。多分在宅になっていらないもの捨てるっていうとこから入ったんじゃないですかね。断捨離ってやつね。そうですね、そうですね。まずは部屋なんかすっきりしてからやることやろうみたいな、気がつかなきゃいけなかったんですけど、家具系で PC デスクとか、本来春先で、もちろんメインの商品、家具屋さんなんかメインの商品なんですけど、その前に軒並み売り切れになってましたね。在宅勤務需要なんですよね、間違いなくね。やっぱり在宅っていうところを意識して、何が売れるかっていうのを考えていくと、面白い商品いろいろ出てきますよね。そうですよね。最初は片付けから入って、最終 DIY っていうところの環境を良くすることにね、皆さん意識がいってますよね。 DIY もちょっと狙ってコロナの期間中に売るために仕入れたわけじゃなかったんですよ、実は。あくまでも5年以上売れる商品何かなの中に、こういう風に走ってたと、人間の動向はってね。そうなんですよね。やっぱりもちろんそこセンシティブにやってね、先読みして在庫積んでってやればいいんでしょうけど、ね、それは常人が一般的なリスクでできることじゃないので。そうですね、こういうのを商品として経験すると、販売として経験すると、なんか想像力がいろいろと湧いてきますよね、お客さんの。そうですね。パターンとしては、横に広げる時も、机の上だから棚はどうかなみたいなね、単純なアニメでもいいと思うんですけど、その棚を作るとこから始めるよみたいな。そう、今ね、でもそんな感じですよね、雰囲気がね。やっぱ人間って何かしてないと、何か目標、小さいやつでもいいけど、これ作るぞって、何かそういう目標がないと死んでちゃうんですよ、なんかね、気分的にね。やっぱり何かしなきゃってね、脅迫観念がありますけどね。次の世代は分からないですけどね。僕たち昭和生まれ、昭和育ちだから、昭和の人たちの気持ちはよく分かりません。そうですね、分かりますね。やっぱり物がね、だんだん増えていったりね、改良されていった時代ですから、今ね、もうすでに物はあるしね、ほぼ物をね、完成されちゃってるようなところの時代ですからね。そういう中でも、まだまだこれ売れるものっていうのはありますよね。僕なんかでも、フライパンっていうんじゃなくて、綺麗な卵焼きを作ることに特化されてるようなフライパンみたいなものが、ね、いいですよね。ね、そういうのをどっちかというと狙っていくような感じですね。なるほどですね。100人が100人必要なもんじゃなくて、100人のうち1人だけも絶対こうハートに刺さるみたいな、そういう商品探しですよね。確かにそういうものばっか売れてますよね、安定的に。爆発はしないんですけどね、確実に月に何本という形で、動くのでやりやすいですよね。そうですね。で、そういうものがいっぱいあればね、地道にちゃんと積み上がってきますからね、売り上げ。本当そうですよね。そういうのってやっぱり限界があるんじゃないかなと思いがちなんですけど、やっぱり僕も一期生の人の商品選びとか見てると、まだまだこんなにあるんだなって。そうですね、売れる商品がね、思いますよね。僕言わないですけどね、その場ではね、いや、そんなのあったんだ、気がつかなかったなって思ってたからね。あ、そうだね、それ確かにいいねとか、講義中は言ってますけど、すげえな、そういうのあったなっていう時ありますよ。だ、1期生たちのこの商品選定ってだんだん面白くなってきましたよね。そうですね、そういう意味ではね、まだあるので、うちの弟も、この商品とかっていいんじゃないっていうの言ったんですよ。3回アプローチしたけど、まだ来ないんで、まだちょっとしつこく言ってきます。あ、もうすでに考えてんだと思って、もうそれもすでに考えてたから、ここはやっぱり成長著しいですから、ロイさんの指導のおかげですけど。いやいやいや、僕はね、面と向かって会ってる時だけですから、やっぱりそれ以外の時間が大事ですから。今日はロイさんにですね、
在宅ワーク期間中に売れる商品についてちょっとお伺いした形なんですけど、ね、具体的な商品名はねここでは明かせないのが非常に残念なので、はい、まあ、でもすごく十分な、ね、ヒントになっていると思います、うん、ということで、まあ、引き継ぎ豊かやの在宅ワークを生かして、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、失礼します。